なおチャンネル。はい、皆さんこんにちは。なおチャンネルのなおです。皆様、お待たせしました。いよいよあれですね。逃走中が元旦に放送されます。そしてなんと逃走者全員紹介されました。なので今回ですね、1月1日の元旦に放送される逃走中の逃走者全員紹介します。1月1日の逃走中はもう本当にあれじゃないですか。もう約15年ぶりですよね。第5回の渋谷編以来の1月1日元旦放送でございますよ。で、そしてなんと夜の6時から9時まで放送3時間スペシャルでございます。いやー、1日の元旦の日3時間スペシャルはもうめちゃめちゃテンション上がります。エリアはですね、なんとイオンレイクタウンでございますよ。イオンレイクタウンもですね、約10年前に、もうね、ステージで使われてましたね。もうだからもう計3回目でございます。あのイオンレイクタウンでもなかなか難しいんですよ。だから迷路のようなね、エリアになっております。そして、ゲーム時間なんですけども、ゲーム時間はまだ未定でございます。でも3時間スペシャルなので、120分か130分か140分になるかもしれないですよ。皆さんもう本当に楽しみでございます。まあね、オープニングでこう長々話してもね、まあちょっと時間もあれなので、では恒例のハンター姿に変身してみます。では、それでは早速ね、変身してまいりましょう。レッツゴー！はい、では、ハンター姿に変身しました。この格好で、逃走中の逃走者を紹介するの、久々でございますよね。まあ、この前ね、編集、BGM、テロップなしでのね、この格好で、話したのですが、まあ、あれはもう本当にグッダグダでした。今回はですね、逃走者が21名でございます。もう21名でも、めちゃめちゃ豪華な逃走者ですよ。もう本当にすごいですよ。経験者が10人で、初参戦がなんと11人でございます。だからもうほぼほぼ半分でございますよ。ではまずはね、経験者からね、紹介していきたいと思います。一人目、岡田結衣ちゃんでございます。岡田結衣ちゃんです。もう4回目の逃走中で、あれ以来ですかね、第45回の新エド恐怖編以来の出演でございますよ。で、しかも、1回目逃走中外さんかでも逃走成功しちゃったんですよ。いやーもうこれはもう素晴らしいよ。果たして久々の参戦でね、2度目の逃走成功なるかどうか。でも最近はですね、岡田結衣ちゃんバラエティタレントというかね、女優さんでもね、大活躍しておりますから、その大活躍の岡田結衣ちゃんが久々に逃走中出て、2度目の逃走成功なるかどうか。続いて、2人目でございます。2人目は、オードリー春日さんでございます。トゥケースがですね、春日さんは3度目の出演で、ルフィ編以来の逃走中でございます。春日さんね、もう本当に、残りもう必ず5分以内で捕まっちゃってるんですね。もう5分以内じゃないか、もう3分以内で捕まっちゃっても、めちゃめちゃ惜しいところまで行ってるんですよ。でね、春日さん、今年の12月28日のね、サスケにもね、出場しますから、もうサスケで、もういい結果を残してからの逃走中でもいい結果を残すという、もうそういう組み合わせになると思いますよ。春日さん、3度目の正直で逃走成功になるかどうか、春日さんは絶対にする。次、3人目でございます。3人目は、トロサーモン、久保田さんです。久保田さん、久々に来ましたよ。久保田さんも4回目の出演で、しかも、第45回の進撃の協力編以来の出演でございますね。久保田さんは初参加の逃走中で自主成立をしております。まあもちろん今回の久保田さんは自主成立を狙いに来てるのではないかなと思います。だから2回目の自主成立をしたら、ドバンクドラゴン鈴木さん以来の2度目の自主成立者ですね。自主成立者がうまく言えないんですけども、久保田さんの逃走中はどんな感じになるんですかね。真面目な逃走中か、それとも炎上キャラの逃走中か、ちょっとこれは見物ですね。続いて、4人目です。4人目は、アンタッチャブルの翔太でございます。よっしゃー！柴田さんは2回目の逃走中で、しかも、第50回の、あれですね、ハンター迎撃大作戦以来の出演でございますよ。柴田さん惜しかったねー。1回目はね、捕まって、相当に捕まっちゃったんですよ。でも、復活をして、残り1分以内のところで、捕まってしまいましたね。ミッションクリアした直後にハンターに見つかって、かわしたんですけど、別のハンターに見つかってしまい、確保されてしまったと。惜しかったね。でも、柴田さんは前回の逃走中で、経験をしたので、今回も戦略を練って逃走中やってくれてます。運動神経抜群ですからね、柴田さん。続いて、5人目は、関根さんです。
テイキンさん2回目の出演で、しかも子供の日編以来の逃走中ですよ。テイキンさんもね、やっぱり弟さんと負けないぐらいの実力を持ってますから、果たして逃走成功になるかどうか。もう弟さんがね、1000万人以上行ったということで、もうだったら逃走中で成功したら1000万人行くんじゃないかと。これすみません、僕の勝手な思い込みでございます。それでは6人目になります。6人目はアンガールズの田中さんです。いや、アンガールズの田中さん本当に久々じゃないですか。で、しかも逃走中最多出演の21回目です。21回目はあれですよ、ジャンプ中を除いて21回目です。ジャンプ中を含めたら22回目です。でも本当に久々なんですよね。あの真夏のハンターラの編以来なんですよ。本当約2年ぶりでございますね。アンガールズ田中さんもね、過去1回逃走成功しておりますけども、あれ以来ね、本当に11年間逃走成功しておりません。なので、もう本当に45歳ですけども、2度目の逃走成功なるかどうか。いやでもね、久々にアンガールズ田中さんがね、あの逃走中にね出てくるの本当に嬉しくて思います。めちゃめちゃ噛みました。ってだ、7人目になります。7人目は中尾明義ちゃんでございます。明義ちゃんって言っちゃってよ、ごめんなさいね、すいませんすいません。中尾明義さんはですね、3回目の逃走中なんですよ。で、しかもアルティメット編以来の出演でございますね。中尾さん本当にね、2回出演しております。ですが、一番最初のオイルシンデレラ編で、あともうちょっとのところで確保されてしまいました。でも中尾さんめちゃめちゃ足速いんですよ。もう本当にね、ルーキーズを見た時のあの足の速さ本当にエグかった。なので3度目の正直で逃走成功になるかどうか、そして中尾さんのね、足のスピードを見ている子供たちに見せられるかどうか、ヒーローになるかどうか。次8人目です。8人目はなんと大人気 YouTuber ヒカキン。ヒカキンさん来ましたね。しかも6回目の出演で、子供の日異変以来なんですよ。もう今日めちゃめちゃ噛みまくりですね。ヒカキンさんもすごかったね。1000万人突破しましたからね。もう1000万人の生配信ですけど、僕もめちゃめちゃ感動しました。もうヒカキンさんがね、いなかったら僕もこういう風に YouTube を上げていなかった。なのでもうヒカキンさんには本当に感謝しております。そしてね、ヒカキンさん、12月28日のサスケにもね、出演しております。サスケでいい結果を残して、逃走中も6回目もベテランです。果たして逃走成功なるかどうか。ヒカキンさんとね、いつかコラボしたいですね。それでは、9人目になります。9人目は、フワちゃんでございます。フワちゃんも3回目の逃走中で、子供の日編以来なんですよ。フワちゃんのね、キャラね、本当にすごいですね。もう、大声めちゃめちゃ出しまくり。でもね、冷静さ、分析さ、全然ある。実はですね、フワちゃんも12月28日のサスケに出演しておりまして、YouTube をね、見た感じと本当にね、運動神経めちゃめちゃあって、なんか体ですぐ覚えるタイプなので、だから、逃走中も3回経験してるじゃないですか。だからね、もう経験している分、体に、ね、染みついてるはず。しかも、そういう風に、自分からリードをするタレントさんなので、果たして3度目の正直でフワちゃん逃走成功であるかどうか。今回3度目の正直ってめちゃめちゃ使いますよね。続いて10人目です。10人目は水谷隼選手です。いやー、もう来ちゃいました。もうしかも久々の出演でございますよ。水谷選手はですね、2度目の逃走中ですね、動物島を攻略戦編以来でございますよ。今年のね、卓球のダブルスのもうすごかったね。しかももう金メダルも獲得されてましたから。いやーもう今年ね、東京オリンピック本当にすごかった。水谷選手ね、さすがの冷静さ、分析さなので、果たして2度目の参戦ではありますが、逃走中でも金メダルを取れるかどうか。皆さんご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、SNS のフォローよろしくお願いします。またいつかお会いしましょう。See you.